皆さんどうも、はしもでございます。前回に続きまして、シューマン交響曲第4番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章3回目758小節目から814小節目までを解説していきます。758小節目から6小節間の音韻を説明していきます。最初は当然ダウンから入っての優柔で、フォルテがダウンで終わりますので、次はまたダウンで弾き直しを行います。次も同じですね。ここまでこのような音韻となります。でポジションですが、759小節目なんですけれども、デー・ジスのスラを先ほど異弦して取ったんですけれども、アーセン1本で第2ポジションを使って4-2と押さえていただいても構いません。764小節目のボーイングはダウンアップで、次の小節は3拍目の入りになりますので、アップからの弓順で弾いていただきたいと思います。同様に767小節目から2小節間もアップからの弓順、同じく769小節目もアップからの弓順で弾いていただきたいと思います。で、771小節目もダウンからの弓順で弾いた後、次の小節からは2拍目の入りになりますので、この3小節間はアップからの弓順で弾いていただきたいと思います。改めて772小節目から通して演奏します。ここからも弓順ですね。ダウンで弾いていますので、次の小節はアップ、最後の A はダウンで弾く形となります。789小節目から2小節間のボーイングはアップからの弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいは全てアップで弾いていただいても構いません。790小節目から2小節間のポジションは D 線1本取ります。第3ポジションを使って A、G、A を414、次の A、フィス、A も414と取ります。ここは D 線1本で取っていただきたいと思います。792小節目からポジションを説明していきます。最初の A は開放で、次の Ha、チスは第2第3の中間ポジションで14とまとめて取ります。で、次のアフタクトのチスは第3第4の中間ポジションでディスとまとめて14と取ります。ここまでよろしいでしょうか。で、次のディスのアフタクトとエイスは第5ポジションで14とまとめて取ります。で、次のエイス・フィスなんですけれども、2-4でも構いませんし、あるいは795小節目のフィス・アを組み越して第6ポジションを使っていただいても構いません。その場合はエイス・フィスは1-2でまとめてフィス・ゲを2-3、このように取っていただいても構いません。ここまでゆっくりいきますと、小節目から3小節間のポジションはまず第1ポジションでチスまでをまとめて取ります。で、797小節目はディス・ハーで始まりますので、ハーフポジションで1-2と取った後、この先は2つのパターンが考えられまして、まず1つは第1ポジションでハーとチスを1-4と取った後、ディス・チスは移弦して1-4-4-1、このように取っていただいても構いませんし、あるいは第2第3の中間ポジションを使って2拍目のハーまでをハーフポジションでまとめて取った後、裏拍のチスから第2第3の中間ポジションで1で取って、このディス・チスを4-1-1-4とまとめて取っていただいても構いません。798小節目はエイス・チスを第2ポジションで1-2-2-1と取った後、ポジションは変えずにフィス・ゲを4-2-2-4と異弦して取っていただいても構いませんし、開放で D 線1本で取っていただいても構いません。で、次の小節の頭のゲーまでまとめて取っていただきたいと思います。改めて796小節目から4小節間を通して演奏します。最初はDドアの音階になりますので、ハーま
を第一ポジションでまとめて取った後、チスデーを2-4と第3ポジションを使います。で、2分布のデーは解放を使うようにしてください。で、801小節目から2小節間は2つのパターンが考えられまして、まず1つはチスディスを威厳して4イスと取る方法で、もう1つは合わせ1本で1-4と取る方法があります。このどちらを使うかによって802小節目のこの A から始まる16音符の音階も変わっていきます。まず威厳して取った場合は第1ポジションで A ディスを1-4と取ります。で、ゲーを回転取って A を1で、ハーとチスになりますので、第2第3の中間ポジションで1-4と取った後、最後のディス A は第4ポジションで2-4と取ります。あるいは第3ポジションでデー線でゲーとアーを1-4と取った後、ハーからゲー線に移っていただいても構いません。このように取っていただいても構いません。もう一つはチス・ディスを合わせ1本に取った場合なんですけれども、こちらで取った場合第4ポジションまで跳躍して、最初の A は合わせ線で1で取ります。で、フィス・ゲーを第5ポジションで2-4とここまで合わせ線で取った後、アーからデー線に移ります。アーを1で取って、アーまでまとめて4、ここまでまとめて取ります。で、チスからゲーセンに移って、チスを1で、ディス A を第4ポジションで2-4、このように取っていただいても構いません。ゆっくりいきますと、で、チス、ディスを合わせ1本で取った場合はこちらのポジションになります。このように取っていただいても構いません。802小節目3拍目は A のオクターブになりますので、最初の2分布の A はアーセンで第4ポジションで1で取るようにしてください。で、ここからハーフポジションに跳躍して A イスとまとめて1-4と、ここで跳躍して取っていただきたいと思います。804小節目は第2第3の中間ポジションでフィス・ギスを1-4と取ります。で、次もデー線でアーとハーを第4ポジションで1-4で、チスからゲー線に移ってリストをまとめて1-4と取った後、最後は第5第6の中間ポジションでエイスビスを2-4と取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、ここはこのように取っていただきたいと思います。で、次の2分音符もフィスのオクターブになりますので、最初のフィスはアーセンで1でまとめて取った後、 A から第1ポジションまで跳躍してフィスをまとめて1-4と取るようにしてください。で、806小節目からのゲーから始まる8分布の刻みは第3ポジションでデー線で取っていただいても構いませんし、ゲー線に移って取っていただいても構いません。最後にもう一度800小節目から807小節目までゆっくりしたテンポで通して演奏します。ポジションを使って3で取ります。で、オクターブ下がった A はデー線を使って2で取っていただきたいと思います。で、ここで取ることによってアフタクトのチスがまとめて取ることができます。で、デーのオクターブはポジションは変えずに2で取った後、下のデーは解放を使っていただいて構いません。で、フィスからは第1ポジションで4でまとめて取っていただいても構いませんし、あるいは第3ポジションでこの A をデー線で4で取っていただいても構いません。最初からゆっくりいきますと、このような形となります。最初から弾きますと、このような形となります。最後811小節目から4小節間は721小節目からと同様に小節内でこのチェの全音符を1回ダウンアップと変えにをしていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。
792小節目からは高い音域が出てきますので、再三申し上げてきますようにゆっくりしたテンポから練習していただきたいんですけれども、795小節目頭の下、808小節目3拍目のアーはソロを演奏されない方はほとんどお目にかからない高い音域になりますので、この2つの音を弾くのに慣れてないという方はまず譜面を練習する前にこの2つの音をロングトーンしていただき、音程がしっかり合っているか、しっかり薬指で押さえられているかも必ず確認を行っていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。